堪能しましょう。舞台はバルセロナのホームスポティファイカンプノウです。バルセロナのサポーターはクレと呼ばれることでおなじみですが、そのクレの声援がこのスタジアムに鳴り響いています。この声援を背中に受け今日のゲームを戦います。この時間はバルセロナ対インテル、こちらの一戦どうだ。このシュートドンピシャで合わせてきましたがゴールならず。惜しかったですね。鋭くていいクロスでしたよね。あれはディフェンスもタイミングずらされますよね。頭、いやクロスバーの少し上、素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。スペースへ仕掛けるか、フリーだ、シュートークルトワ、素晴らしい反応でした。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。決定機を阻止しました。これは奪い返します。ロドリが今日のゲームスタメンで出場していますが、1対1、切り込むか、来た、イエデル、決まった。先制インテル、バルセロナゴールをこじ開けます。ベンイエデル、技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしいですね。これは綺麗なシュートでしたね。しっかりカーブをかけてイメージしたコースを狙ってきましたよね。素晴らしいテクニックですよね。さあバルセロナ、この立ち上がりに失点と、北澤さんいかがご覧になりますか。まあ入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね、はい、ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね、やられた方も目が覚めるいい一発になったんじゃないでしょうかね。ペドリ、スルーパス、パーティー、カウンターですよ。このスルーパスは通りません。メッシー、足元大事に行きます。ジュール組んで、いい展開ですね。ペドリからメッシー、メッシーからジュール組んで、これは届くか、いいボールだ、自分で行く、華麗なボールコントロール、シュート、ストップ見せてくれました。よく止めましたよね。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。見事なプレーでチームを救いました。ベンイデル、いやこれはクロスバーよりわずかに上、思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。ここはドリブルで上がる、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。デヨングから右サイド、カウンターですよ。スペースを使う、抜けてくる、ジュール組んでからペドリ、スルーパスを狙う、メッシー上げる、いやこのゴールで追いつきました。いやこの展開これで面白くなりましたよね。アーティスティックなクロスが頭に届いた、いやいいヘディングでしたね。ボールに対してタイミング合わせてしっかり決めてきましたよね。
バルセロナ、ここで追いつきました。このワールドクラスが揃ったゲームなので、きっとこのままでは終わらないですよね、はい、この後どんなプランで来るのか、お互いの采配にも注目したいですよね。はい、そうですね。裏へ出るか、いいボール入りますよ。パティからペドリ、ロドリ、このボールに触ります。パティへのボール、ここは繋がりません。ベンイエデル、ここは通しません。スペースを狙う、おっとセカンド拾えるか。ベンイエデル、ここでファールがありました。長いボールを送ります。ジョルディ・アルバへ、ジョルディ・アルバ、ヘディング、ポスト、ゴール、バルセロナ試合をひっくり返します。レバンドフスキがこぼれ球に反応し、きっちり詰めていきました。いや、ポジショニングのセンスが素晴らしいですよね。セカンドボールを予測しておかないととっさに反応できないですからね。フィニッシュも冷静で見事なゴールでした。レバンドフスキ、今日2点目です。さあ、バルセロナ勝利に向けて一本抜け出しました。これは見事な逆転ですよね、はい、サポーターにとっては最高の展開になりましたよね。そうですね。ジュール・クンデ、対応しますと、これはバルセロナカウンターを仕掛けていきます。ペドリ、レバンドフスキへ、これはどうだ、サフリーだ、シュート、決まった、追加点、バルセロナ立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。スルーパスからの見事なフィニッシュ、息ぴったりでしたね。最後のスルーパス見事でしたよね。やっぱり縦にいいボールが入ると決定機につながりますよね。そういう攻めの姿勢が生んだゴールと言えますよね。さあ、バルセロナ2点差にリードを広げてリスタートです。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。裏へ届くか、デヨング、レバンドフスキへ、ここは奪います。さあ、メッシ、お、いい形じゃないですか。メッシからの折り返し、これを読んでいた。ここで前半が終了しました。バルセロナ調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。しっかり追加点を挙げることができましたし、いい内容の前半だったと思いますよ。バルセロナ対インテル、バルセロナが3対1で2点リード、前半を折り返します。後半参りましょう。奪い返します。フレンキー・デヨング、ここでファールがありました。レフリーの注意が入ります。ファティ、ここでサイドチェンジ。こういった逆サイドへのフィードは
相手を散らすのに非常に有効ですからね。展開としてはあっとミスになった。ロドリ、このボールをカットします。プジョル、プジョルから大きく縦、ジュール組んで、ジーコ、さあヴィニシウス、スピードアップしたいですよ。ここはここでマッチアップ、ヴィニシウスからグリマルド、厳しくチェックします。キミッシュからベン・イェデル、さあ左サイドへ、もうこれいいでしょう。グリマルドからジーコ、さあここでカウンター、左サイドのドリブル、このパス飛び出した、レバンドフスキ、レバンドフスキへパティ、あいい展開ですね。中へのクロス、シュート、少し時間を使いすぎたか、最後うまくいきません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。ちょっと焦りがあったかもしれませんね。さあ、共に選手交代があるようです。será sustituido por el dorsal 13. スペースウェブ。おっと、いいボールでしょ。ソン・フンミン。チャンス来た。バルセロナ、カウンターを仕掛けます。ロドリからソン・フンミン。ソン・フンミンからムバッペ。さあ、ソン・フンミン。これはファールの判定。さあフリーキックのチャンス、ここで1点返せるか。直接カリドクリバリからデブライネ、デブライネから左へ、フレンキー・デヨング、本日ワンアシストです。スルーパス抜けてくる、この位置でボールを受けます、抜けてくる、クロスが上がる、いいパット、押し込んでくる、いやー追加点、バルセロナ、レバンドフスキーハットトリック達成、期待を裏切らない素晴らしい活躍。キーパーの弾いたボールうまく詰めました。落ち着いてよく決めましたよね。一瞬のプレーなので枠を外したりもするんですけどね、きっちり決めてきましたよね。次のプレーの予測ができていて素晴らしいゴールですよね。レバンドフスキーパットトリック、cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 22. さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。さあバルセロナ3点のリードでリスタート。メッシから右へ。El dorsal 9. 裏へのスルーパス。El dorsal 8. ここは間合いを取る。El dorsal 3. と呼んでいた。ここからカウンター早いでしょ。ライカール。レバンドフスキからクライフ、さあカウンターだ、シュート、クルトワ、さあこぼれた、
これはキーパーのいい対応。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。頭できた。いや、追加点。バルセロナ。マイカールト。さすが見せてくれました。期待していた1点目。プレスを受けながらもきっちりゴールを決めていきます。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、このフィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。ダイカールト監督の采配見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いやこの采配は大当たりでしたよね。奪って、これはよく止めました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。バルセロナなんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。おっとこれはミスになる。スピード上がってきますよ。さあつながるか。さあ右へ預けてメッシーから重力んで、どうだ、クロス、インターセプト。コバチの切り替えも早いですよ。カリドゥ・クリバリからメッシー、さあ左へ預けて、おいい形じゃないですか。自分で行く、まだある。ベッケンバウアーからメッシー、メッシーからフィーゴ、フィーゴから重力んで、メッシー、ソン・フンミンが受ける。ベッケンバウアー、このボールをカットします。ライカールト、スペースを狙った、シュート、拾いたい、もう一度来た、バルセロナ追加点。今日は止まりません。グライフ、いやよく反応しましたね。セカンドボールによく反応できましたよね。あらかじめ予想しておかないとなかなか体が反応しないですからね。フィニッシュまでの流れをしっかりイメージしたいいゴールでしたよね。さあバルセロナ現在圧倒的な強さを見せています。大きく縦、いいでしょ、攻守の切り替え、いいとこ入りますよ。ビーゴと呼んでいった、スルーパス、これは合いません。レフリー試合終了のホイッスル、6対1バルセロナ逆転で勝利。レバンドフスキ今日はハットトリックの大活躍、最高のパフォーマンスを見せてくれたこの選手。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。バルセロナとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合。